霊夢さん真実がわからないまま終わることってあると思うのです。小生さん結局どれが真実だったんだろうって考えるよね。小説や映画でもあります。そしてもちろんガンダムのようなアニメにおいても。今回は以前にも取り上げた美晴の謎について。美晴は最後どうなってしまったのか、そのあたりを皆様からいただいたコメントを参考にしつつ考えていきたいと思います。美晴は、はい、それでは皆さんゆっくりしていてね。それでは早速美晴についてお話ししていきたいと思うのですが、美晴といえば、その後が気になっていた人が多いと思う。そうですね、あの死亡シーン、美晴の死亡シーンについてまずお話ししましょう。美晴は吹き飛ばされて海に落ちていったけど、現実の世界において水面から75メートルの高さから落ちるとコンクリートの硬さに匹敵するようですので、そのような高さから水面に落ちた場合、ほとんど生還例がないようです。人が吹き飛んでしまうほどの爆風だと人は確実に死んでしまうんじゃないかな。髪の毛がちぎれるくらいの爆風を浴びて、そして吹き飛ばされガンペリーから海に落ちて水面に叩きつけられていて、仮にそれで生きていたとしても海水に凍えて死んでしまう。生存している可能性って本当にあの描写だと少ない。あのシーンファンの間でかなり論争になったんですよ。生きているって人と死んだっていう人がいるよね。真相がはっきりと描かれていなかったので当然といえば当然なのですが、それでどうなったの？あまりにもその論争が絶えなかったものですから、安彦さんがオリジンでその場面をしっかりと描かれております。美晴はミサイルの爆風で吹き飛ばされましたよね。そうだね。吹き飛ばされた後、美晴は機体の角に頭を打ちつけて絶命しています。その後、海に落ちていっているんですね。そっかー、やっぱり死んでいたんだ。不明確だったシーンでしたが、オリジンでしっかりと結論つけられたのですよ。さすが、安彦さん。美晴は死亡しましたが、ミサイルはズゴックに命中しましたので、あの死は無駄ではなかったよね。貝は嘆いていたけど、美晴の死は貝のために、そのように思います。貝を MS のパイロットにするための試練を与えたと。貝は美晴と出会っていたことでホワイトベースでの戦いを継続することを選択したから。そして戦後は軍属にもならず、ただの一市民になることもなく、ジャーナリストとして生きる道を選んだ。このことからも美晴は貝の中で大きな存在になったと思います。もし美晴が生存していたらどうなっていたかな。仮に生きていても、スパイとスパイをかくまった人物に対する処罰は相当厳しいものであるらしいので、最悪この世から抹殺されたり、半永久的に身柄を拘束されたり、あまり幸せなその後ではない。しかしながら、爆風をダイレクトに浴びるスペースに発射装置を設置していることがそもそもおかしいという論が美晴の件に関してはございます。どう考えても設計不良のような気が。本来の用途ですが、輸送機ですので、米にある操作盤に関してはコンテナの投下用ということらしいですね。そんなものにミサイルを積んでしまったばかりに、もし美晴が貝といろいろと行動してなければ展開はかなり変わっていたかな。どうでしょうか。もし美晴が貝と接触しないでガンベリーに乗らなかったら歴史はどう変わったかな。おそらくそこまで変わらなかったのではないでしょうか。ホワイトベースはジャブローに着いたでしょうし、マッドアングラー隊もアムロ登場のガンダムに全滅させられていたと思いますよ。唯一希望を乱せば、美晴と二人のテーマイは一緒に暮らすことができたかもしれないということでしょうか。もし美晴が生き残って二重スパイになったら、連邦はもっと楽勝だったのかな。漁民を装って侵入してきた時に嘘の情報を流して、ジャブローには行かないと伝えて、シャアは困ってしまった。
ガンペリーで出撃した時にミハルが吹き飛ばされずに生き残ってホワイトベースに戻ってきていたら、その後の展開ってどうなっていたかな？あの程度レベルのスパイの一人がどう行動しても戦局はおそらく動かないでしょうね。もちろんチャーは困ったことになるとは思いますが、一時的にホワイトベースを見失う、ただそれだけのことだと思いますよ。この後連邦軍はホワイトベースを敵の目を引きつけるおとり部隊として運用しますから、わざわざ目立つように行動する必要がありますからね。一時的に見失ったとしてもそれほど意味はないはずなんです。ミハルの報告はジオン軍のジャブロー侵攻を招きましたが、あの戦いは連邦軍の圧勝でした。ジオン軍は北米に残された予備兵力の全てをジャブローに投入しましたが、ジャブロー攻略には全く足りませんでした。ジオン軍は MS を空中投下しましたが、多くは対空砲火で撃滅されて、残った兵力も連邦軍の反撃でほぼ壊滅しました。ジャブローはほとんど傷つくことはなく、ジオン軍は大切な北米の防衛兵力を失ってしまいました。あの戦いの後、連邦軍は北米を攻略します。防衛兵力を失ったジオン軍の北米の部隊は壊滅して、北米は連邦軍の支配するところになるのです。この結果から考えれば、ミハルの報告がなくジオンのジャブロー攻略がないことが連邦軍の有利になるとはとても考えられないのですね。兵力の少ない北米のジオン軍はジャブローからの連邦軍に敗れて滅びる運命だったのですが、ジオンが無駄に戦力を消耗してくれて攻めやすくなってラッキーといったところでしょうか。なるほどねー。確かに戦局は大きく変わらないか。ところでミハルって赤毛のアンがモデルかなって思ったんだけど。確かにミハルの映画グリーンゲイブルズ似ていて、ミハルも赤毛でそばかすがありますからね。それに富野監督がガンダムをやる前に赤毛のアンの絵コンテを担当していたらしいからね。確かに富野監督は宮崎監督、高畑監督の下でハイジアアンの絵コンテをやってましたからね。ファーストガンダムあたりまではその影響といいますか、キャラデザインが世界名作劇場っぽいキャラクターがいたりします。レビルなんかもどことなくアルムオンジっぽい雰囲気だし、シムスチューイなんかもハイジに出てくるロッテンマイヤーっぽい雰囲気あったりするよね。影響を受けてますね。もしミハルが死なない可能性ってどうしていればあの戦死を防げたかな。ミハルの死はショックですからね。どうすれば助けられたかについてですが、カイとミハルが出会ってしまった時点で彼女の運命は決まってしまっていたのかもしれませんよ。彼女の死がカイを強くしたのは確かですが、カイと出会ったことで、ただ体はなくなりましたが、彼女は成長したカイの中で確かに生きてるはずです。言ってしまえば彼女の戦死の原因、それはカイと出会ってしまったこと、それに尽きると思います。出会わなければ彼女は生きていたはずです。それが彼女の幸せだったかどうかは別にして、ミハル・ラトキエは連邦軍ベルファスト基地の郊外に住む少女でした。幼い弟のジルと妹のミリーを養うために物売りをする傍らで、ホワイトベースに対する情報を得るためにジオン側に雇われて、現地スパイ107号としてホワイトベースに対するスパイ活動を言いました。しかしながら、カイとの出会いやホワイトベースの実情を知ったことで、自らの行いを悔やみ、ジオンを裏切って罪滅ぼしとしてカイと共にガンペリーで出撃し戦場に出ます。その際に被弾したことでガンペリーに搭載された自動発射システムが故障します。これを手動で発射すべく、ガンペリーの格納庫に降りてミサイルを発射しますが、皮肉にもその際に発生した爆風で大西洋にその身を投げ出され命を落としました。彼女の死は結果としてベルファストでホワイトベースから降りるつもりでいたカイにとって大きなターニングポイントとなりました。そしてミハルの死はカイに戦う意味を悟らせ、彼女のような悲劇を二度と引き起こさないよう戦争を終わらせる決意を固めさせました。はい、今回はミハルについてお話ししてきました。
動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。